皆さんこんにちは、えりです。りなです。今日は名古屋飯に欠かせないあれを特集します。あれって何、うん、ひつまぶし。いや、そんな手羽先。いえいえいえ、味噌煮込みうどんとか味噌カツに使われている赤味噌。お、それそれそれ、今日は味噌特集しちゃいます。美味しそう。うん、それじゃレッツゴー、行きましょう。多彩な観光スポットがある名古屋でも、退屈とか行くとこないとか言われがち。日本国内からも海外からも、もっともっと名古屋に来てもらいたい。名古屋大好き、スペイン人とドイツ人が名古屋の面白さ伝えます。名古屋はつまらなくない。ここは、うん、東区白壁に来てます。あ、そうだね、市バスのバス連がある、なんか出来町通りの近くだよね。まあ、そう、有名だよね、うん、で、ここを曲がったところに一つ目のお店があるはずです。あー、これこれこれ、あ、前にある熊の屋というお店です。え、でも、レナ、うん、油って書いてある、なんか味噌特殊だけど大丈夫かな。まあ、聞いてみましょうかね。めっちゃ気になる、はい、ちょっと入りましょう。はい、奥行きましょう。2人がやってきたのは名鉄瀬戸線天ヶ坂駅から徒歩10分のところにある熊の屋。一体どんなお店なんでしょうか。こんにちは。あ、こんにちは。お願いします。あ、いえ、この店の熊の屋の熊田と言います。あ、熊田さんですね、はい、お願いいたします。すごくいい雰囲気のお店ですね。そうですかね、はい、ありがとうございます。外の看板なんですね、うん、油って書いてるんですけど、うん、なんかこのお店はどんなお店なのかなと。ここはね、名古屋城の城下で、はい、昔は江戸時代ですけど、油をお城へ持って行ってたんです、はい、納めて油。そうなんですね、よかったら奥にね、昔のものがあるから見てて。昔のもの。そう、江戸時代からのこのお店でやってたものが。じゃあこのお店は何百年とかってことですかね。そうですね、約300年ぐらい。すごい。すごい。早速奥の資料室を見せていただくことに。ここの中にね、はい、昔のいろんな道具とか地図があるんですけどね。すごい、いっぱいあるんですね。これが石油の。あ、これはね、一番向こうから古いんです。あ、一番古いです、うん、はい、江戸時代、こちら2つぐらいね、はい、一番こちらは明治。あ、はい、明治になって日本に石油が来たから、はい、あれが石油になった。あ、その前はどういった油が入ってた。石油、油は植物、ゴマとか菜種とか、はい、植物の種子を絞る、はい、でそれをこういうね、お皿に乗せて、はい、それでそこに火を灯してこういう行灯で明かりを。その他に当時使われていた御用旗や油用一斗マスなどの貴重な資料の展示も。あ、昔は油っていう、うん、まあ、ビジネスだったと思うんですけど、うん、今はなんかどういったような食べ物ね、食べ物、食品結構いっぱいありますよね。そうですね、今は油はもう電気やガスになったので、はい、うちの店は私の頃から食べるもの。あ、食べ物。現在の熊の屋では味噌や醤油、みりんなどの調味料や店主が厳選したこだわりの食料品が並びます。そして今回のテーマである味噌がこちら。これがまあここら辺の愛知県とか岐阜県とか三重県でみんなが食べてる赤味噌、赤味噌、豆味噌。はい、赤味噌。こちらの味噌は店主自慢の国産大豆のみを使用した熊の屋豆味噌。熊の屋の専用蔵で作り、3年以上熟成させたオリジナルの味噌なんです。ちなみにこの名古屋周辺で豆味噌が人気になった理由は何ですか。ここら辺は昔から愛知県、岐阜県、三重県というのは大豆で、しかも、大豆の麹で作ってる。それはゆっくり熟成させるんだけど、日持ちがいい。で昔は戦いに行く時にはこういうの食料だったんですよね、はいはい、保存性がいるか、こういうものが
根付いたんでしょうね。じゃあ徳川家康が、うん、岡崎の赤味噌が大好きで、ね、と聞いたことあるんですけど、岡崎は家康が生まれたとこだから、ね、小さい頃から飲んでたものを食べてたんですよ。あ、それで普及されたのね。そういうことでしょうね。全国に。その他にもこんな味噌が。これは新潟、これ全国。新潟ですか。そうです。これは仙台。これは、長崎とか信州。あ、麦、麦、麦でしたね。はいはい、麦ね。はい、九州のとか西日本は麦が多いです。寒いところの人はちょっと塩辛いもの好きだし、南の方の人は甘いもの好きです。甘いもの。今日は特別に全国3種類の味噌を味噌汁にしていただいちゃいます。作ったね、味噌汁。色が違う。そう、色違う。味も違う。香りも違う。全然わかりやすい。しかも可愛い。すごいですね。可愛いし。これが仙台。はい、仙台、はい、これがね、米味噌。米味噌。白いですけどね。じゃあ。これがうちの自慢の豆味噌。真っ黒ですね。黒いですよね。初めにいただくのは仙台の米味噌。長期熟成の赤味噌で味はちょっと辛口。じゃあ。いただきます。はい、どうぞ。お、甘さが結構あります。あ、米だからね。うん、甘みがある。米。これ何でも合いそう気がします。うん。米っていうのは甘みもあります。あります。ただね、塩気も結構あるんです。ここら辺の方たちはこれぐらいが一番美味しく感じる。仙台の人はもう少し濃い。そういうことです、はい、まあ、だからその飲み方とか作り方で違います。次にいただくのは長崎の味噌。こちらも米味噌ですが色は白いんです。薄いけど美味しい。エリさんにはちょっと薄かったみたい。優しい甘さでまろやかな味わいが特徴の白味噌です。最後にいただくのは熊野屋オリジナルの豆味噌。3年以上熟成させたこだわりの赤味噌です。わお、結構パンチありますね。うん、パンチあります。もうでもまろやかで、うん、最後はラスト味がなんか広がりますね。そうね、あのね、塩辛くない。そう、うん、で結構どう、最高。大好き。私たちは結構赤味噌で。そうですか。ね、育ててるかもしれないですね。味に深さが、そうですね、はい、裏もあります。塩味あるし、甘みあるし、香りあるし、うん、ちょっと渋みもある。それぞれの味の特徴を生かした食べ方があるそうで、貝とかね、はい、貝からお肉とか、はい、例えば豚汁とか、やっぱりこれが主体ですよね、はい、で、お豆腐とか、はい、そういう植物のようなものは、はい、うん、優しいからこれに近いですよね、はい、うん、はい、ここら辺なんかはお野菜が合うかもしれない。みんな世界中どこでも一緒だけど、その土地の文化があるから。そうですね。次に2人がやってきたのは地下鉄亀島駅から徒歩11分のところにある喫茶ゾウめし。作品サンプルかわいいね。ああ、そう、このゾウがついてるクリームソーダとか、あとは小倉トースト。小倉トースト美味しそう。めっちゃ分厚いね。でも今日は、まあ、味噌特集だから、ね、このお店に味噌関連のものは具体的に何があるかをちょっと聞いてみたいよね。うん、聞いてみよう。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。めっちゃいい雰囲気。すごい。あ、こんにちは。喫茶ゾウ飯も書いてる。そっち。ここはどのようなお店ですか？こちらは西尾市にある今井醸造っていうお味噌屋さんがやってる喫茶店でして、はい、こちらとあと西尾市にももう1店舗ありまして、愛知県に、はい、2店舗ございます。なんか味噌屋が経営しているなんか喫茶店が珍しいですよね。あ、そうですね、確かに。初めて聞きます。オーナーが
3代目なんですけれども、もともとお弁当屋さんとかのキッチンカーで営業をしてて、でその後もっとお味噌を広めるためにこうやって喫茶店とかカフェを始めて、こちらのお店が2店舗目になります。こちらのディスプレイに、はい、もうお味噌ですか、可愛らしいですね。白味噌とか合わせる味噌。そうですね、こちらが今井醸造で作ったお味噌をこうやって小分けにカップに入れて売ったりしています。可愛い、可愛らしいですラベルも。そう、こちらのお店は創業66年の老舗の味噌屋が経営する喫茶店。レトロな空間で可愛らしい喫茶メニューが楽しめる大人気のお店なんです。メニューたくさん美味しそうなものはありますよね。モーニングメニューとかで、おすすめ教えていただけますか。はい、おすすめはこちらの肉味噌を使ったメニューが結構人気でして、こちらが定番の肉味噌のり玉ご飯っていうのと、あとはやっぱり名古屋っていうのもあるので、味噌煮込みうどんが人気ですね。はい、それそれ。エリさんは人気の味噌煮込みうどんを注文。待つことおよそ15分。お待たせいたしました、味噌煮込みうどんの赤味噌でございます。はい、失礼いたします。わ、すごい、すごい、わ、いい香りですね。味噌は量も半端ないですね今井醸造で作ってるお味噌が国産の大豆と、あと国産のお塩を使った無添加で、加熱もしてない生のお味噌になるので、すごく風味もよくって、スタッフもみんな大好きです。おいしい味噌のスープは結構とろっとしてるし甘いです。でうどんが結構固め、たくさん具があって、はい、そこも味噌も含めてすごくリッチな味がしてます。ありがとうございます。味噌煮込みうどんは赤味噌と白味噌が選べ、レナさんは名古屋では珍しい白味噌をチョイス。本当に白だね。こういう味噌に来るんじゃないですか。めっちゃ白、美味しそう。なんか甘さが香り全然違いますよね。違います。美味しそう。もう全然真っ白ですね。いや、見たことない。いや、初めて。こんな味噌煮込みうどん、うん、非常に美味しいです、うん、甘いし、すっごいトロトロしてるし、うん、これがすごいあっさりした感じがするから、白味噌合うんですよね初めて知りました。横で見ていたエリさんも思わず一口。合う、全然違う、甘いでしょ。いや、もうとりあえず失礼いたします。お待たせいたします。味噌屋の卵サンドでございます。美味しそう、ありがとうございます。これっていつ頼んだのエリが気づいてない時には気づいちゃい、注文しちゃいましたこちらは今井醸造の風味豊かな味噌を肉味噌にし、卵と合わせた味噌屋の卵サンド。じゃあこれすごい、ふわふわの卵ですよね。何個使ってるんですかね。これが卵5、6個。でしょ、すごい、はいふわふわだし、ちょっと甘みがある。で、煮込み味噌はちょっとだけの塩辛さみたいなのが出てきますね。アクセントみたいな感じ。バランスがいい。甘すぎない、辛すぎない。これは結構人気なの商品メニューですかね。あ、そうですね、こちらは最近だと結構インスタに上げていただいたりとかで、若い女性の方とか人気ですね。美味しいよね。美味しい、すごい、ありがとうございます今日は味噌特集を紹介したけどどうだった？そうだね、味噌の歴史や、まあ各地によっては
その味とか味噌文化違うっていう言葉はすごく興味深かったな、うん、それぞれの地域の味噌を食べてみて、うん、あの、で後でいろんな味噌の料理とかも食べながらその良さを再発見するのがとても楽しかったよね。では名古屋でいろんな味噌の味が結構違うので一度味わってみてください。では皆さん次回会いましょう。バイバーイ。